いらっしゃいませ。よしよせ。なんすかこれ、今日。今日はね、シンプルに飲み会です。そりゃそうです。会場来たアラドンさんとジェイさんと3人で。はい。まあ、この後あのサムウェイも合流するんですけど、初めての3人飲み。そうです、そうです。そうです。うん、やっぱね、酒飲んで初めて分かることもあるんで。いや、まあそうですね。いや、もう本当ですよ。本当です、マジで。で、お店決めていただいたのは北方さんと。はい。まあ、ここは僕のお気に入りのいい店、マジで素敵な店。ジェイさんもね、詳しくは言わないですけど、そうですね。大地さんの家のこれ下でしょ、なんか。ちゃいます。え？3階です。降りてます。より詳細に。より詳細に。今で言うと言ったら2階、1階で。そう。何階ですか？何階で？僕とアラトーさんね、喫茶店いて。まあ、ごめんなさいね。そうそうそう。お出しまきましたね。そう。で、飲み会の場所指定されて。なんかそうタクシー拾ってなんか来たら、あ、なんか見たことあるなみたいな、大地の家じゃねえかみたいな、あ、俺もここで、ね、前降ろしたなっていう話ありましたね。そう待ち合わせするって言ったら自宅にしてくるっていうね。いや、僕がシンプルにそうですね、接待するならここなんですよ、うん、好きな店が。たまたま家の下やった。実際うまい、ここでしょ。素敵、雰囲気もいいでしょ。最高です。まあ、お店をね、PR しちゃうと僕の住所バレるから。そうどこかは言えないんですけど、難波の某焼き鳥屋です。そうなんでも動画回すことになったんですか。そうです。いや、僕がちょっとね、お願いしたいことが、うん、あるやないやっていう話ですよね。あるんでしょ。あるやないやあるやない、ないや、なかった。あ、お疲れ様でした、ね、あるんでしょ、うん、まあ、僕から言うと、どうやらアルトさん、チャンネルやりたいですよね。そうですね、チャンネル始まるんですよ、はい、うん、それを聞いた時に、やっぱり敏腕プロデューサーの、いや、ほんま嬉しいっす。 MC から、編集から、そう企画プロデューサーにできるんで、そうもっと言ってよ。で、そのB1 プロデューサーのジェイさんと、はい、アラドンさんがタッグを組んで、はい、そうっす、 YouTube チャンネル始めます。ありがとうございます。嬉しい限りです。いや、僕も好きな人と好きな人が繋がってもらえると、あ、そうやって嬉しいわ、言ってもらえたら、うん、はい、なんかあれ何やったっけ。どれやこれ、あれ、繋いだエンジェル繋いだエンジェル、キューピッドや、そう、それ。一旦乾杯しよう。面白い。そうね。いや、それは嬉しいです。僕も。そこで仲良くね、やってもらえたら嬉しいです。僕の人生ほぼほぼ北方さんに、ほんまもうコーディネートしてもらってますから最近。そんな言うたら最後まで責任取ってもらいましたけど。それ巻き舌になった。それから初めに言わんとってもらいました。いや、すいません。ちょっと寄ってますよね。その後礼、そんな巻き舌あんま見たことない。それ見たことない。いない組モード出してもらったっす。怪獣キラーチャンネルも、はい、北方第一チャンネルともども、うん、はい、僕がやらせてもらうことになったので、はい、やるっす、楽しみにしてください。マジで僕は楽しみ。ただ、うん、もちろんですよ、うん、やる以上カラーは変えてきますから、ね、うん、ああ、ありがとうございます。うん、そう僕もそんな自分のチャンネルでこんな毒とか吐きませんから、うん、どんなチャンネルにしたいですか。ちゃんとほんま誰にでも見てもらえるような清廉潔白なチャンネル目指して。いやエッチな丸っ、まんまる。それはね、言うたらね、言うたらやろ。最後に行こう。だからね、あんま大きい声で言うたらかけさ、大地さんも本当にね、ちょっとね、最近自由すぎるから。そういうとこ好きです。僕はもうそういう大地さん大好き、うん、さっきね、米田コーヒーで、うん、あいつ自由すぎるぞっていう話を僕らしました。してた誰それしてたの。悪口じゃない。おれへんから陰口です。陰口じゃない。米田で陰口したの。 NO って。で、その英語が嘘しい。どちらかが自由やなって話来て、どちらかがっていう感じ。納得してるやん。どっちも合意してるやん。ファって話終わりますけど、どっちも合意してるやん。だから、ね、何の話だっけ。だから、じゃあ分かった。とにかく、はい、原藤さんは自分のチャンネルではあんまり毒を出さない。いや、それはダメ。
それはダメ。アナトーさんの良さは、いや僕の良さキラーなんですよ。名前に怪獣キラーですよ。そういうことね、そういうことね。でもね、喜多方第一チャンネルでなんかだいぶなんかちょっとその期待値は上がってるんですよ。ハードルは上がってるのは間違いない。それでいきなり真面目ちゃう無理よ。それは無理よ。だから多分がっかりすると思う。自分の時真面目やんか。ジーさん人の家だけで、人の家では好き放題するけど自分ち汚さんといてほしいタイプ。それちょっとちょっと良くないでしょ。見栄え良くないな。それあんま良くないと思う。あそれ良くない。自分ちほど汚しちゃう。そうだ、うん、そりゃそうだでしょ。だから僕は自分ちやけど汚されてもなんとなく好きに汚してね。後で拭くから、まあまあ、ぶっちゃけでもそうっすね、いやけどちょっとって思いましたもんね僕ら。そんなに言うのみたいな。多いと多いってことだもん、うん、多い使わねえぞ多いって思って。でもそれで言うと2人もしっかり口合わせて乗らへんみたいな話は乗ってましたもんね。俺なんか調子乗って行ったのかって、ね、もう肩回しまくって言いましたけど、僕らもアルトさん初めてやったじゃないですか。アルトさんはどこまでのものなの。そうね一応言ったらなんていうかな、限界値をしてたわけ。ゼロで早く知っときたよ。じゃ手探りでやってましたもんね。僕らも、うん、なんかそうね、で、なんていうかな、表面上の挨拶だけのあれだと思わないから掘ってみようかと。あれでも255ぐらい出しましたけど、これ以上ないぐらい出しましたけど、まあ、マックスが100やとしたら、そうマックスが100やとしたら255ね。はい、うん、もうポケモンで言ったら裏を出すもん。裏を出すポケモンで言うやん。両方とも僕がやるんで、兄弟チャンネルとしてね。いいんすか、僕弟チャンネル襲名させてもらっていいんすか。いやもう本当に仲良く嬉しい、マジで。はい、このもうやっぱりね、関西格闘家 YouTube 盛り上げていきましょう。うん、任せてください。やっていきましょう。そう僕切り込んでいくんで、僕切り込んでいくんで、全然切り込んでいくんですね。はい、アホなふりしてどんどん話しかけるんで、みんなに。いや、それ素晴らしい。うっすっつって、だから僕はは切り込み隊長だってほしいんですよ。ちょ、あのさ、使えないことは言わないよ。だからちょっともうさ、本当にあ、そういう意図があったんですよ。意図ないと思って、意図がそあったけど、そういうことじゃないと思ってた。営業本部長みたいな、ね、うん、そう、うん、俺、切り込み隊長枠やったんですね。そうあのだからまあ兄弟仲良くね、うん、はい、お兄ちゃんしちゃってますね、しばしばあのコラボなどして、はい、うん、そうですね。ただこれ何言うねんっていう話ですよね。僕初めてただコラボさせてもろただけ、うん、まあ、そんな甘い話じゃないと分かってるんで、もちろん、ほう、僕の方が下なんで。いや、こんな今ここで何話すかっていうと、僕はあの今週日曜日ね、あのオールナッシングで、ありますよね、名前が、はいはいはい、オールナッシングっていうね、レスリング大会でやるんですよ。はい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 、はい、今ね、関西話題の、そうそうそう、はい、有本さんが主催の、はい、それに、ね、僕を、この話の続きはじゃあ、怪獣キラーチャンネルで、あ、していいですか。はい、していいですか、もうこれ導入でいいですか。はい、じゃあ、はい、あのね、真のコラボは、そのなんていうんですか、YouTube だけじゃないぞみたいな。ああ、いいですね、いいですね、うん、そういう角度で、ね、やっていきたいんで、はい、続きは、概要欄に貼っとくんで、はい、あと、の、はい、怪獣キラー、秀隆チャンネルまでありますお越しください。お願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。